どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。今回もまたこの小さなウクレレを使いましていろいろな曲に挑戦してみましょう。さあ今回はですね、いい時代のいい感じの J-POP でございます。はい、稲垣潤一さんのドラマティックレイン、こちらの曲をこのウクレレを使いましてガズレレ流かっこいい簡単版でやってみようと思います。いつものように2バージョン、最初のバージョンは初心者様でもなるべく簡単にできるようにしたガズレレオリジナル簡単バージョン、後半はあの感じ、あのちょっとね大人の色気のあるあの感じでかっこいいバージョンやってみようと思いますんで、2バージョン最後までご覧になってください。はい、ウクレレですけども、大好きな曲、思い出の曲、思い入れのある曲、これをですねカラオケ歌ったり CD 聴いたりするのもいいんですけど、この楽器と一緒に演奏して歌うっていう弾き語り、これでやるとですね、まあもうさらに奥の方にね入っていきますよ。ぜひこれ本当楽しんでおすすめしたいと思っております。ギターとかピアノで弾き語りももちろんいいんですけど、ウクレレでもできるんですよ。でウクレレは何がいいかと言いますと、簡単なんです。だってピアノとかあのギターとか弾きたいけども無理だわ、私楽器無理っていう、そこのあなた、ウクレレさんなかなか助けてくれると思う。で簡単なんですけど、ものすごく奥が深いんですよ。これね、ほんとすごいんですよ。可能性をめちゃくちゃ秘めてるんで、こんなちっちゃいのに。ぜひこの面白さを体験していただければね、もう最高だと思うんで、ぜひ始めてみてください。今ご覧になってるガズレレ YouTube チャンネルを見てるだけでどんどんできるようになりますよ。はい、もうちょっとしたらここにリンクあるんですけど、このリンク先の初心者リストはここというところにジャンプしていただいて、数字の順番通りに動画を見ているだけですぐに弾けるよう、弾いて歌えるようになります。はい、じゃあリンク貼りましょう。初心者リスナーここ行ってらっしゃい。クリック。行ってらっしゃい。そこには私が取りためたすでに700曲以上のありとあらゆる音楽のウクレレ簡単レッスン動画としてアップロードされております。夏メロから最新 J-POP から定番 J-POP、洋楽、ハワイアン、昭和歌謡曲、演歌、アニメソング、映画にもう本当ありとあらゆる曲がありますので探してみてください。先ほどのリンクの先に行ってもらって検索できたりとか、リストから曲探せたりするんで、この他にも今日のドラマティックレイン以外にもかっこいい曲たくさんあります。はい、ぜひ音楽始めましょう。じゃあ早速やってみましょう。ドラマティックレイン。まずは初心者様向けシンプル簡単バージョンの方からやってみます。
ドラマティックレイン、ガズレレ流簡単バージョンやってみました。これですね、皆さん。今もちろんショートカットバージョンで1番やって最後エンディングっていう感じの流れでやったんですけど、2番やりたい方はそのままコード進行一緒ですね。歌詞を書き足していってください。歌ってみたらわかりますけど、この曲はですね、歌のメロディーのこの乱高下がすごくて、ものすごいこのボーカルの技量が必要とされますね。まあ12音階、あの黒い鍵盤のとこもたっぷり出てくる感じで、この音の高低差が相当ありますんで、かなり、歌、面白いです。ちょっとやってみてください。で、テロップを見ながらやってもらうといいんですけど、その後はノートに書く。これをおすすめしてます。で、参考のために見せたいと思います。今回はね、ちょっと書き方がね、ほら、ちょっと狭まってますけれども。はい。ここで1ブロックですね。これで4回ですよ。1、2、3、4。はいはい。こんな感じで、メモってください。じゃあ、ここちょっとね、いつものことなんですけど、下に囲ってあるやつは、かっこいいバージョンでやる解説なんで、今の上の段のやつをやりましたんで、はい。じゃあこれ、一字でしてメモっていただくのと、あとテロップと一緒に見合わせてくださいね。はい。この下の段にね、いろいろ書いてあるね。はい。じゃあこの辺。この辺も書いてあります。はい。コードが変わったり伸ばすとかね。はい。で、ここまでですね。この最後の一行がエンディングですね。はい。ここにもいろいろ書いてある。とまず今の上の段やりましたということです。はい。じゃあ、コードの解説。今出てきたコードは、これを隠した、この、これですね。結構コード多い。C、Am、F、Dm、A7、G7、E7、これで B7 というコードが出てくるんですよね。これ B7 はちょっと後で解説しますが、ここの7個はですね、入門コードのグループです。はい、これです。ガズレレ必須コード。このガズレレ必須コードっていうのは皆さんこのウクレレで音楽始めようと思った時に、ウクレレにとってものすごく便利なコード。まず一番最初に覚えてほしいコード。8個あるんです、8個。その8個の塊をガズレレ必須コードと名付けております。コードっていうのは本当はもう何十万、何百万というコードがあるんですけど、まずウクレレで音楽始めた人、これ最優先で覚えてください。入門コードです。1個ずつ見ると押さえるのはすごく簡単なんですけど、ものすごくいい覚え方の動画を私撮ってます。ここにリンク貼っておきます。この8個のコードは覚えておいてください。その8個のコードの中の今日7個出てくるということで、まずはこれ入門コードでできちゃいます。はい。で、今回ちょっと B7 っていうコードがちょっと出てきますね。このB7 だけ解説しようと思うんですけど、よく見てもらうと分かるんですけど、これ同じ B7 なんですよ。どっちでもいいですってことなんですけど、ガザさんはこっちをよく採用してます。こっちの方が簡単かなと思うんですよね。2通りの押さえ方は一応レクチャーしておきましょう。 B7 まず1個目はこことこことここ、こう斜めです。この3、こんな感じですね。パッと押さえるのなかなかちょっと最初難しいかもしれません。はい。で、慣れてる方はもう1個の B7 の押さえ方、人差し指で全部2フレット押さえちゃってちょいと立てる。これでも同じ B7。響きがね、まず最初の方。はい。次2回目の方。まあまあ、これ同じ音だ。この音が響いてるかっていうのがポイントになります。で、まあ、こっちの方がね、ちょっとコツがあって、バレエとか制覇とか言われてる押さえ方なんですけど、こういう人差し指全部押さえるときは、ここに隙間をまず作ってください。これ、ここが握ってるとまあ押さえられないんでね。まっすぐにする、ここ。で、ここ隙間できる。で、親指と一緒にこう挟み込む感じね。はい。で、しかもテコの原理を使う。そして、ギュッと押さえ込んで、ちょいと立てるって感じですね。はい。これまあ、こっちの方がちょっと難易度高いと思うんだよね。こっちの方が簡単だと思うんで、まあ一応私はこっちで押さえるようにしております。はい。で、今の、コードは、簡単バージョンです。こっから、かっこいいバージョンの解説に入っていきます。かっこいいバージョンではさらにコードがちょっと足されますね。響きがかっこいい、渋い響きのコードいっぱい出てきます。まずですね、こっち簡単なんでこれ弾ける人はもう初心者でも弾いてください。C メジャー7。大文字の M はメジャーで表記します。これは簡単です。はい。1弦の2フレット。これね。これ響き、これがおしゃれなんですよ。これね、効果高いですよ。簡単なくせに響きがいい。はい。次はですね、これです。Bm7 の5。はい。Bm7-5。これ面白いんですよ。よく見てください。G7 と Dm を下に、一緒に押さえてるイメージですね。押さえる場所は、だから、ここと、ここと、ここ。ここ今ね、ここの3つ G7 ということで。はい。もう一個のコードは Dm は、ここと、ここと、ここなんですよね。だから、それを同時に押さえるわけだから、ここと、ここと、ここと、ここを押さえます。なので、一個考え方としては、Dm を押さえといて、小指で一弦を押さえるか、あるいは G7 を押さえといて、親指でここをグッと握っちゃうか。はい。
どっちでもいいと思います。ガズさんは結構親指使っちゃう派なんで、こっちで今回やりますけど、もちろんこの D マイナー押さえて小指でもいいです。このね、響きがね、やったらセクシーなんです、セクシー。これはね、ぜひ入れてもらいたいですね。ちょっと難しい、押さえづらいけど。で、イントロのところで伸ばすところで、ちょっとね、すごく不思議なメロディーが入ってるんで、これはちょっと追えないなと思ったんですけど、なんか不思議な感じの響きを欲しいなと思って、ちょっとコードの意味も分かんなかったんですけど、これを考えてました。A マイナー星。星がついてるのは大体ガズさんが適当に押さえてるってコードなんですけど、1弦と4弦の2フレット押さえ、これちょっと響きこんな感じです。なんかどっか透明感があるような感じですね。このコードを使ってイントロの最後のところはこう盛り上げてみたいと思います、はい、でコードの解説はここまでですね。そして、基本的なリズムなんですけれども、はい、8ビートのチャでいきます。8ビートのチャです、はい、8ビートのチャっていうのはこんな感じね。これは8ビートのチャというリズム、はい、以前バッチリ解説してます。ここにリンク貼っておきます。このリンク先はウクレレでできるリズムのいろいろという私のホームページの1枚で、その中から8ビートのチャという動画を探して勉強してみてください。動画で、弾き方解説してます。で、8ビートのチャはですね、まず8ビートっていうリズムができてないとダメなので、もし8ビートを初体験の方は8ビートを練習してください。できるようになったらチャを練る。これはチャが打楽器要素を加わって、またノリがいいということになっております。今回ね、いろいろあるんですよ。ここ、まあ見ていってください。さっき出てきたここ、イントロの最後のところにこの A マイナー星、不思議コードでアルペジオみたいに弾こうかなと思います。で、これバーっと行くと、ここ、ダッターとか、ダッターとか書いてあるんだよ。これはね、あ、ここ伸ばすだね。ダッターと伸ばす。ここもダッターと。そんな感じでこう、テロップに書いていくんで、この辺は雰囲気で伝わると思います。あとですね、今回また、このマーク見てください。はい。この矢印マーク。これは、よく出てくるやつ。シンコペンションという、リズムが前にスコーンと入ってくるやつです。はい。ここね、すごく印象的なんですけど、このサビあるじゃないですか。レインモートのところのところで、こういう風に星がついている。まあ、テロップはこんな風になってるわけですね。で、ちょっとここやってみましょうか。あ、とこと、女、ドラマティック、せーのーさん、レイン。アップで入る。リーレインもっとななった。アップで入る。わかった？これ、じゃん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 、じゃんで入るんですね。ドラマティック。ワン、ツー、スリー、レイン。もっと強く。はい、言葉に合ってる。じゃんと前に、この矢印の時にコードがドンと入ってくる。アップで変わるって感じですね。ワン、ツー、スリー、レイン。もっと。ね、ここは入ってないし、矢印が入ってるとこと入ってないとことメリハリをつけます。このシンコペーションマークを、ちょっと注目していただいて、あ、ここグッと前に食い込んできたなというふうに、解釈してください。この辺がちょっとね、面白くもあり難しいところもあると。こういうメリハリがまたいいんですよ。はい。あとですね、ちょっと難しい決めをちょっとあえて入れたんですけど、サビの終わった後、雨の音さえ隠せぬ罪、ここのところ見てください。ここ。決めフレーズって書いてありますね。で、ここ、E7 サス4。はい。E7 サス4ってこれなんですけど、この E7 サス4と、こっちの E7。これを交互に、てて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 ってフレーズなんです。ちょっとやってみましょうか、ここ。フレーズね。まずね、そうだ。E7 サス4か、さっき解説しなかった。ここと、ここと、ここが E7 サス4です。で、E7 っていうのは、ここと、ここと、ここなんですよ。つまり、E7 を押さえて、ここが行ったり来たりする。E7 サス4、E7 です。で、こんなフレーズになります。すごいでしょ。ここの人差し指見て。これを入れたいと思います。決めフレーズですね、これ。E7 サス4から E7 に行ったり来たり。でででででで。芸が細かいですよ、はい、これをちょっと入れて最後エンディングに流れていくという流れでやってみようと思います。この曲はですね、やっぱ歌メロがやっぱすごい難しいっていうのもあるんですけど、本当なんていうかこう独特のなんかアダルトななんかね大人な感じがしますよね。はい、その辺の雰囲気をたっぷりイメージしてやってみようと思います。はい、ドラマティックレインガズレレ流かっこいいバージョンやってみる。今夜も
バージョンやってました。あー、これはちょっとやっぱ歌がね、相当こうメロディーの幅があってですね、歌的にはすごくハイレベルだと思うんですけど、もう楽しいです。最高ですね。なんかあの感じがなんかこう蘇ってくれば最高だと思います。音楽が楽しいですね、本当に。ぜひ皆さんもやってみてください。はい、ガズレレですが、いろんなことやってます。全国つつうららイベントやっております。生で会いましょうお願いいたします。はい、7月6日には東京の遊戯公園で無料イベントもありますよ。予定開けといてください。真っ昼間ですからね。そんなことのご案内、この後ちょっと動画撮っておりますので、お時間ある方ご覧になってください。音楽どんどん楽しみましょう。この YouTube をガズレレ YouTube を使って皆さん教えてあげてくださいね。もう知らない人にお願いします。チャンネル登録もお願いします。それでは、ありがとうございました。ご案内、どうぞ。はい、そういうわけで、じゃあ、ガズレレホームページ、ドーン!ご覧になってください。ガズレレ .com でございます。ガズレレホームページには、いろいろ情報があるんですけど、ひとまずさらっと お伝えしますと、イベント情報あります。はい、こちらです。ドーン!6月16日、沖縄那覇。6月30日は長野県長野市。7月は、奈良に。はい。この時はですね、もういろいろ私の話、いい話聞いたり、皆さんの質問に答えたり、みんなでわーってやって、テーマを設けて何かに向かってみんなでやったりで、もう本当にね、盛りだくさんなイベントになっておりますので、もうお一人様でも大歓迎ですから、ぜひ来てください。6月16日の沖縄那覇、前日は、純駆動書店さんで、トークショー&サインがありますので、もしご予定あったら、6月15、16、2連チャンでディープに行きましょう。沖縄那覇、よろしくお願いします。はい。で、あと、東京都内ではこちらがあります。どうも、千人ガズレレアット代々木公園。アースガーデンというエコロジーなイベントの、に参加させて、毎年、今年3回目になるんですけど、もうちょっとね、いろんなテーマを決めて、みんな1000人ぐらいで歌おうぜっていうので、もうちょっとしたらここの YouTube で公開しますんで、とにかく日付だけ開けといてください。7月6日の土曜日、真っ昼までございます。準備しといてくださいよ。今、この YouTube でお題をね、出しますんでね、よろしくお願いします。あと、本とかいろいろ出してます。グッズもいろいろ出してますんで、最新情報はガズレレ .com、ここにリンク貼っておきますね。これ、ホームページチェックしてください。そのリンク先にはですね、ガズのブログも書いておりますんで、いいブログ書いてますから、はい。で、リットミュージックの100曲入りの歌本も、まあ、予約開始、5月30日発売です。皆さん、盛りだくさんで音楽を楽しみましょう。やっぱりね、音楽を聴くよりやろうが楽しい。よろしくお願いいたします。ガズレレでした。さよなら。